はい、あっちゃんです。ちょっと今日ね、ヤフーニュースを見て何かこう動画にさせてもらおうと思っていろいろ探しててね、見つけた記事やねんけども、高校2年生女子、ネットいじめが原因で自殺か、陰湿化するネットいじめの特徴と対策は。これ3年 A 組の、ひいらぎ先生の生徒、鍵山玲奈ちゃんの事件とよく似てるなぁとタイトルを見てちょっとこう今読ませてもうて、チラッと読んでね、まだ全文読んでないね。もういきなり動画、なんでかって言ったらあっちゃんは主観でいきたい、主観っていうかもう入ったインフォメーションで動画を撮っていきたいから、読んでしまっていろいろ考えてからやるとね、いろんな自分のこう考えが入ってしまうからと思ってね、ちょっとやらせてもらうけども、読ませてもらいます。最後まで読めるかどうかわからへんよ。もうほんまにもうタイトル読んだ瞬間に心が痛くなった、胸ギューって苦しくなってんけど、読んでいきます。死亡した少女が残したネットいじめを訴えるメモ。一番はやはり子供が生きていることですよね。いじめがなくて楽しい学校生活ができる、それ以外に何もないです。本当に今じゃもう悲しい日々が続いているだけです。寂しい日々が続いているだけです。これ、ね、お父さんの、なんだけど、と、悲痛な胸の内を語ったのは、2月に死亡した高校2年生女子の父親。娘は、群馬県前橋市、県立高校に通う2年生の、名前書いてあるけど、被害者さんなんで、ここは置いときましょう。2月1日、市内の踏切内で電車にはねられ死亡した、自殺したとみられる。ネットいじめ、ネットによるいじめを訴えるメモを残していた。メモに書き残されていた言葉は、先生は私の言葉を信じてくれなかった。ネットで悪口を言われているのは本当なのに、証人が覚えてないから、私は助かるために嘘をついているように見えたの。ひどいよ。ね、ひいらぎ先生は、れいなちゃんのことを分かってあげて、どないかしようと思ったけど、先に命を絶っちゃった。でもこの先生は信じてくれなかった。悲しいね。父親は小さなメモ書きがいっぱい筆箱から出てきた。読んでいったら、随分うちの子供いじめられていた。いじめみたいなことをされていたんだなと、今学校に対して要望よりも不満だけが頭をよぎってますよね。結局命を落とす羽目になっちゃったよねと語った。学校側は12日、今日あっちゃん、今日12日やな、今日やね、いじめについて聞き取り調査結果、女子の生徒の遺族に伝えるということだった。調査結果、女子生徒の遺族にその結果を伝えるっていうことやったって。で、相次ぐネットいじめの悲劇。ネットいじめが原因とみられる悲劇は他にもある。2018年8月、東京八王子市の中学2年生の女子生徒が、部活動の先輩らから LINE で批判されたことなどからいじめに遭い、その後自殺を図った。文部科学省の調査によると、ここ数年パソコンや携帯からの中傷や嫌がらせの認知件数は増加の一途をたどっている。渋谷の街で聞いてみると、鍵がかかっているの、鍵がかかっている SNS に結構な悪口が書いてあった。高校1年生の女子が言ってね。で、インスタで悪口が見えるようになっているのは昔と違って今の SNS の怖いところだと思う、高校1年生の女子などの声が聞かれた。おかえり。はい、最近ネットいじめは相手に特定しづらい。最近のネットいじめは以前より陰湿な傾向にあり、大きく3つの特徴がある。1つ目が、匿名で悪口が書き込まれ相手が特定しづらいこと。例えば若者に人気のアプリ質問箱、匿名で誰にでも質問ができるのだが、悪口とか性格悪そうみたいなことを質問して、それを本当に受け止めて傷ついている人はいるかもしれないと高校1年生女子の声が聞かれた。ネットいじめに気づかない場所で進行。2つ目は気づかない場所でのいじめ進行のこと。
例えば LINE のプロフィール画面でアカウント名の下に書き込める最大500文字のメッセージ欄、友達と遊ぶ約束をしていて親の用事で行けなくなったと伝えると、相手のプロフィール欄の一番下に悪口が書いてあった、来たくないなら別にいいしみたいに書かれていた高校3年女子の声もあった。ネットいじめに詳しい千葉大学、藤川教授は、本人も見ていない場所に場合もあるので、被害に遭ったと分かるのは友達が教えてくれたからというケースが多いと話す。最後までスクロールしないと陰口や叩かれているのに気づかないという、ネットいじめ3、証拠を残さない。3つ目がいじめの証拠を残さないこと。藤川教授は Facebook とか Instagram ではストーリーという機能があって24時間で消える、その中に悪口を紛れ込ませ一定時間が来たら消してしまうという話です。一定時間が来たらいじめの証拠が消えてしまうため、相談を受けた親や学校も事態を把握しにくいという。ネットいじめの被害に遭ったらより陰湿さを増している最近のネットいじめ、被害に遭った場合どんな手を打てばいいのか。藤川教授はインターネットのいじめに遭わないように、合わないというのはみんながインターネットを使っている以上無理、もし悪口が書かれているとどんどん拡散してしまう、ネットいじめは展開が早いので早めに相談することが重要だと指摘する。そして基本的に管理者に要求すれば削除が可能、人権侵害になる投稿は本人の許可なしに管理者が削除できると話す。さらに悪口が消されないうちにスクリーンショットを残して相談することの重要さだという。また4月に新年度から SNS デビューする人に対して藤川教授は、まず自分が人を傷つけない、傷つけることを書かない、友達がひどいことが書かれていたらすぐ先生などに相談することを注意点として挙げた。これ3年組のね、あれと一緒、もう誹謗中傷が書かれてそれを見てしまう、見てしまうことによって心を病んで自殺に行ってしまう悲しい事件やねんね。でそこで陰湿であって、匿名やからって言って平気で書き込む、これ YouTube も一緒です。匿名やからって言って平気で人の悪いことをコメントに書く、まだ直接本人にならいい、本人のわからない言ったら配信者じゃない違う配信者のところに行って書き込む、その配信者自体には見えない、回り回って聞こえてくる。で2つ目、時間が経ったら気づかない場所で消えてしまう、だからそういう見えないところに書いたりする、そういう卑怯なことをする。3つ目、証拠を残さない、それ言ったことを削除してしまう、削除してしまうと証拠が残らない、ね、でそれが見つかってくるのが時間経ってるからもうその証拠もわからないし、見た人がおっても見た人も記憶からなくなってる、でもそういうのを残ってる人が拡散してしまうことによってのいじめやねんね。それってすごいひどい卑劣なことやと思うね。これね、そういうことで、まあドラマやけどもね、影山玲奈ちゃんが自殺したんじゃなく、これは実際に高校の女の子、群馬県の前橋の女の子が電車に飛び込んで亡くなってん。でも先生は信じてくれなかった。なんで信じてくれなかった？証拠がないから。証拠がなかったら信じてくれへん。で他人が言ったこと、他人が書いたこと、証拠がないから、言われた本人は傷つかへんのかって、傷つくねんね。これこの前からあっちゃんちょっとちらっと言ったけど、オカマだから仕事できないって言われたのもライブでそれを配信したらしい。それを教えてくれた友達が教えて、これも友達が教えてくれたことによって気づく。言ったら LINE のどこのプロフィールで友達から聞いて初めて知った。あっちゃんも言われてることしたら知らなかった、それを初めて聞いた。それが何ヶ月前のことか知らんけども、言ったライブが消されてる。何人か、一人二人じゃない、何人かにあっちゃんはそれ私も見たよって教えてもらった。でも証拠がない、どうもしようないね。であっちゃんは結局やっぱり何もなかったことによって、みんなに混乱を与えたことによって謝罪した。でも言った本人はノーノーとやっている。許されへんことやねんね。まだあっちゃんはメンタル、鋼のメンタル、心臓に気配取るって言われてもうおばはんやから、それはもう大丈夫やねんけど、それでもやっぱりあっちゃんだけじゃなく、そういうね、オカマだから仕事ができへんっていうのは、LGBT 差別にもつながるし、 YouTube に関してはやったらあかんことやのに、そういうことをやって自分で自らね、そういうことを言ったライブを消してやる、証拠を隠滅してやる、もう
比例つきわまりないなと思って、これ記事見た時にね、確かにその自殺した人もいる、自分のことにも当てはまったから、こんな卑劣なことがあるんやなって思う反面、自分もされたんだなって思った。今余計にこの前ももうちょっとね数日だったから、まあまあまあと思いながらも、やっぱりさらにムカムカしてきたな。それに対して、ね、本人が謝罪してくれればそんなもんなんでもいいけど、逆に謝罪しろって言われたからね、あっちゃんね。ちょっと許されへんことやなと思った。悲しかったな。でもこれはね、高校2年生の子は自ら命を絶ってる。あっちゃんがもしこれもっともっと汚れのない高校、女子高校生やった頃やったら、もう冗談やめとこう、こういう話で、まあ、あっちゃんほんまにね子供やった頃にそういうこと言われたら、もしかしたら自ら命絶ってたかもわからない。もしこの時代でね、あっちゃんがそういうインターネットとかでこんなこと言われとる、書かれとるってスクリーンショットとか見せられて、みんなからおかまおかまって言われたら、あっちゃんは自殺してたかもわからない。今やからこそね、それを、明日の活力に変えるじゃないけども、おかまっていうネタを、自虐に使えて楽しむじゃないけども、自分で言うのも嫌やけど、人に言われたらもっと嫌やねんけど、それでも自虐で使えるようになってきたからいいものの、でもそれはあっちゃんに対してじゃなく、 LGBT の人全てに対しての暴言やからね。おかまだから仕事ができない、じゃあ LGBT の人全員仕事ができないのかって言われてるのと一緒やからね、ちょっと腹立った。今ちょっと余計に今この記事を見て自分が腹立ってしまった。でもこれちょっと笑い事じゃないねんけども、インターネットいじめっていうのは絶対やったらあかん。でこれ最後に藤川教授が書いてたけども、どうやって気をつけて、自分が人を傷つけることを書かない、ぐっくるっぱやねん、ぐっと立ち止まって、くるっと頭を一回転して、自分が言われたら気持ちいいのか、心が傷つくのかって考えて、最後パッと出た答えでコメントをしたらいいのに、今日現代ね、こういう話を、まあ話はしてないけど、コメント欄をポンと見た、そういうコメントがババババッと出てくる、だいぶ減ったけど、だいぶ減ったけども、結構そういうコメントがある。みんなぐっくるっぱができへん人が結構多いのね。だからそういうところをみんな頭の片隅に置きながら、ぐっくるっぱパをする、ことしてほしい。ちょうどこのタイムリーにね、3年 A 組っていうドラマが今あって、ちょうど今終わったんやけど、あのドラマはね、すごいこの今この世の中に対してすごいいいメッセージを出してたんで、ぜひぜひあのレンタルが出た時とか、Hulu で見れるらしいんだけど、 Hulu のあっちゃん回しもんじゃないけど、あっちゃんは7月に DVD 買うんだけど、それを見てみんなももう一回、頭をね真っ白にして、相手に言う前に自分が言われたらどう思うかっていうことをね、その藤川教授が言ってるようにね、まず自分が人を傷つけることを書かないって言って傷つけることを書かへん人なんかいてないねん、そんなもん。で友達がひどいこと書いて先生に相談する、まあそこはしてあげやんとあかんねんけども、見つけたらやっぱ先生に相談する。でも先生がほんまに味方なんかって、味方じゃない先生もいてんねん、自分が可愛い先生もいてんねん、そんなもんで世の中うまいこといくんだったら自殺者なんか出てないねん。だからもっともっとそういうことを守ってあげる大人たちがこうやって配信をすること、でもしそうやって、そんなネットいじめされてることあって相談する人、先生にしてもダメやと思って今自殺を考えてる人、あっちゃんに相談してください。あっちゃんもう何ができるかわからへんけど、ちょっとぐらいは手助けできるかわからへん、ね、だからこうやってそういう大人が窓口を開いてあげないといけないと思うね。だからもしネットいじめにあったら、コメント欄に書いたら、あっちゃんとこのアンチにまた何か言われたらあかんから、メールくれたらいい、どないか、ね、してあげられることがあったら一人でも助けてあげたいなと思った、であっちゃんでした。あっちゃんもやっぱりそうやってね、性的差別、そういう性的少数派差別をされたことによってすごく腹立つけども、腹立つからって言ってもまだ自殺まではせえへん。でもそこまで追い詰められたらね、追い詰められるまでにもし何か嫌なことがあったら大人に相談してください。相談する大人がいてなかったらあっちゃんにでも相談してください。ちょっとでも力になれたらなと思うんで、ね、はい、ということで今日は、ヤフーの記事からちょっとねお話をさせていただきました。何があってもいろんなことが何があっても逃げてください。でもこの世の中から逃げるんだけはやめてくださいね、将来みんなのね、あっちゃんもやし、みんなも大人の期待を背負ってさ旅立っていく大人になってほしいね。こんなねくだらないことで命は絶たないでください。では。